山頂高祖山は、福岡県福岡市と糸島市の境に位置する標高416メートルの山である。古代の糸城跡と途中征の高祖城跡がある。高祖山のその名の由来は正確には不明で、古い文献には高祖、高素、高素の峰、高祖山とある。西の麓に、高祖神社が存在することから、この神社が山の名の由来、あるいは、先に山の、高素から、 高祖神社となったのか、はっきりとは決めがたいが、高祖の名称はこの一帯にあったらしい。また、その山陽が、牛が、長々と寝そべっている姿のように見えるから画牛山と地元では言われ、糸島市内のかなりの地域からその山陽を望むことができる。高祖山には南にもう一つの峰があり、これを、串古山と呼んでいた、と推定される。 西斜面一帯には、天平昌法8年6月から神後慶雲2年2月まで、約12年の歳月をかけて、きびまきびが築いた、糸城があった。糸城が、廃城になった時期は不明だが、この遺構を利用して、県庁元年、原田種継、主来夫氏が高祖城を築城した。山頂には、上の城と下の城がある。山腹には、高祖城主原田氏の数形が扱った。 高祖神社と原岳菩提寺の金龍寺がある。今宿野外活動センターを拠点に、南の高知山、東の加納学とミニ重曹を楽しむことができる。その他高木き寺やにおい、高祖神社裏手からの登山道がある。遊歩道はよく整備されており、1から2時間ほどで山頂に到達できる。山頂は木が茂り眺望があまり良くないが、途中の尾根から東に、 博多湾や福岡市街、西にかなり山や、富岳、鋼山、雷山など、セフリ山系の山々が見られる。ありがとうございます。